おはようございます。シマリスです。今日もね、朝からやっていこうと思います。シマリスラジオ第35回かな。よろしくお願いします。ということで、まずはね、ちょっとご報告で、チャンネル登録者数がおそらく2回目の生涯で2回目の97名様に到達しました。あと3名様でね、一応3桁ということで、よかったらね、これ聞いてる方、ラジオは、ほぼほぼ、毎日、朝か昼に上がるっていうのと、あとは、配信、あとは動画投稿もね、引き続きやっていこうと思いますので、まだチャンネル登録まだの方はね、よかったら、登録してください。で、あまりにもね、届かなくて100にね、まずは100にね、届かなくて、ちょっと一旦、あれなんですよね。チャンネル登録者数を見えない設定にしてたんですよね。なんかあんまり言ってないと登録しにくいじゃん。まあでも再生数見ればね、まあ分かっちゃうんだけど、あ、これ全然登録者数いないなって分かっちゃうんだけど。なんだけどね、まあちょっとでも、逆に怪しかったりするのかな、どうなんだろうな。一旦ね、実験じゃないけど、一旦見えないようにしてたんで、あと3名様ですね。100名様まで、あと3名になってますのでね、よかったら、登録よろしくお願いします。はい。で、あと2回ってなんだ。昨日の配信ね、10時から、12時過ぎくらいまで、アンダーテイルを、やりました。もうみんなね、やってるよね、大体多分ね。ゲーム実況の人はみんなやってると思うんだけど、アンダーテイルをね、進めました。前回、アンダインが出てきたところ、アンダインとパピルスがお話をしてて、みたいなところ、なんか盗み聞きじゃないけど、なんかしてるところから始めて、昨日で、アンダインと、実際にね、そのアンダインとの戦闘、初戦闘、を、切り抜けたところまでかな、進めることがねできました。アンダインがめちゃくちゃ強くて、もう何回やられたか分かんないんだけど、もうアンダインがとにかく強くてね、ちょっと苦労しましたね。あれちょっと回復がないと無理だな。普通に僕の能力では全て避け切ることはね不可能だったんで。まあ惜しいところも何回かあったんだけどね、どっかでボコボコボコってやられちゃってみたいな感じになっちゃったんで、ね、アンダイン強かったよ。アンダイン強かった。さすがヒーローっていうね感じでしたね。あれは強かったな。全避けで倒せる人いたらねすごい。まあでもやり込んでる人は倒せるのかな、あれ。避けるのも一苦労で、その前のボスもね、カカシの幽霊みたいなボスもめちゃくちゃ強くて、ね、今回は、ちょっとね、ちょっと強いボスが多かったよね。結構手こずるボスが、多くて、ちょっとね、大変だったんですけど、まあ、なんとかね、その次のアンダインを、まあ、一旦退けた後の、セーブポイントまでね、行くことができたんで、次回、おそらく今日やると思います。また10時からね、やると思います。今日の10時からのアンダーテイルまたやるんで、その配信でね、また続きを、2日連続ですが、進めていこうと思います。なのでね、10時から、ね、土曜日の10時っていうと、大体もう、ね、皆さんが見る枠は埋まってるとは思いますが、よかったらね、ちょっと覗いてみてもらえると、嬉しいです。僕の配信の方もよろしくお願いします。で、今日の予定としては、引き続きね、ゲーム実況の投稿の方ですね、アライアンスアライブの方を、編集が終わればっていう感じですけど、もうストック分はねないんで、終わればっていう感じですが、順次ね進めていってますので、よかったらね、見ていただいて、過去のね、動画を見ていただいて、チャンネル登録してもらえればね、新しいものがアップされた時に、通知が、設定によってはですが、通知がいくと思いますんで、よかったら、チャンネル登録をして、Twitter のフォローをして、お待ちください、というところですね。あとは、昨日から、
昨日じゃないか前回の配信の方でだけの、今のところね、配信の方でだけでいいかなと思うんだけど、配信の方はね、僕の顔を出してます。顔を出してるというか、そのままね、パソコンのカメラなんで、あんまり画像解像度とかね、画像が良くないんだけど、あれぐらいじゃないと僕の顔はもうもっとくっきりとしちゃうと見るに耐えないと思うんで、これぐらいの、あれぐらいの粗さがちょうどいいのかなっていうね、配信画面のあれぐらいの粗さが、調子いいの、調子いいじゃないや、ちょうどいいのかなと思ってるんでね、しばらくは、そんな感じでやっていこうと思います。まあなんだろうね、ちゃんと顔が見えた方がいいよね、どっちかって言ったらね、どっちかって言ったらねというわけでね、ちょっと試験的にじゃないけど、やってみてますんでね、もし不快な方がいれば右下見ないようにねしてもらえれば大体右下にいるんでね、右下の方を、見ないようにしてもらえれば大丈夫かと思いますねえ、というわけでね、今日はねそんなに告知もないですね、告知もないです。まあバッタの話をするのもいいんだけど、まあ毎日やってるから、まあ今日は別にいいよね、いつも通りたくさん葉っぱを食べてね元気に過ごしてますというところで、ちょっと今日早いんですが、引き続きね頑張りますんで、よかったらぜひね毎日、7時どうしようかな、7時って聞きやすい、5時ぐらいにとか、まあ午前、もっと前でもいいんだけど、午前4時とか、まあ僕ができる範囲でね、それぐらい早い時間に上げちゃって、朝起きたらもう上がってるとかの方が見やすかったりするのかな。7時ってね、何かやってる途中でなんか操作しないといけないじゃん、7時にもし上がったとするとね。ちょっとだから、もし見る人が、狙ってね、見る方がいたらちょっとめんどくさいのかなとか思ったりしてるので、まあいろいろ、ね、朝の時間で、どうなんだろうな、まあ朝上げてるね、人も、動画を朝上げてる人もいれば、大体メインはね、夜とかだと思うんだけど、うん、まあどうだろうな、ちょっと、時間も考えつつね、やっていこうかなと思います。何かしらその反応がいい時間帯だったりとか、反応がいいような内容だったりとか、なんかそういうところでね、少しでも一人でも多く見てもらえるように、登録とか、高評価とか、チャンネル登録に至らなくてもね、やっぱり認知されるっていうのが大事なんで、少しでもね、多くの人に見てもらえるように、ちょっとやっていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。では、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。